よろしくお願いします。はい、そういうわけでお待たせいたしました。毎週金曜日午後8時からはアニマ兄貴のクールジャパン沖縄でございます。この番組はね、毎週金曜日午後8時から FM ギノワンで、お届けしております。沖縄をね、クールジャパン、それから、クールジャパンといってもね、今回は、このテーマ、この番組のテーマはクール沖縄なんですけれども、沖縄のねクールな文化ね、エーサーだとか、それから石岩島とかシーサーも含めて、それから沖縄を題材としたアニメとか漫画だとか、それから沖縄のファッション、沖縄のねアイドルだとか、こういったものをね、どんどん内地だとか世界にね送り届けて、沖縄にどんどんいろんな人に来てもらおうという、そんなことをね、考えている番組でございます。私アニマ兄貴は、今年53歳、現役のコスプレイヤーでございます。今まではね、過去はウルトラマンとかウルトラセブンとかね、それから仮面ライダーとかやらせていただいたんですけれども、去年からなぜかね、デュラララっていうアニメのねセルティスルツンツンっていう、ナイスボディのねお姉さんのコスプレやったりとか、今年に入ってからいよいよね、爆音という、漫画の、アニメがあるんですけれども、それのライム先輩っていうね、川崎ライム先輩っていう女子高校生のコスプレなんかやってます、中身は53歳でございます。そういうわけでね、この番組は FM ギノワン、79.7 メガヘルツでもお届けしておりますけれども、それ以外にもね、FM ギノワンのホームページからサイマルラジオの方ではね音声だけなんですけれども、音楽の方も全てお楽しみいただけます。またね、それ以外に、ユーストリーム、ツイキャスでも放映しております、放送しております。こちらの方ではね、僕のね、ご尊顔を見ることができますので、皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。またメッセージの方はね、ツイキャスの方でね、メッセージいただけるとどんどんリアルタイムで読むこともできますので、どうぞよろしくお願いします。そういうわけで本日の1曲目はこちら、ホークイン・ザ・モーレヘッド。はい、しぐれちゃんこんばんは。モーラヘッド、フェリオンペイ、モーラヘッド、オーライト。はい、マトラカ君もこんばんにゃ。Motorhead, where we be on a motorhead life. Motorhead.
そういうわけで本日の1曲目ね、モーターヘッドというバンドの、ホークインドという曲ではなくて、ホークインドというバンドのモーターヘッドという曲をお届けいたしました。まあ、モーターヘッドっていうとね、分かる人は分かるかもしれませんけれどもね、日本ではアニメとかでね、あの機動兵器、人型の機動兵器でね、モーターヘッドとかヘビーメタルっていう名前をね、つけてるね、アニメの、まあ、作品が何個かあるわけなんですけれどもね、そのうちのね、要するにモーターヘッドっていうのはね、この曲のタイトルから取られてるわけでね、そういった感じでアニメと全く関係ない曲ではございません、このホークインドっていうのは結局その後にもねアニメのね主題歌だとかいろんなものに影響を与えてる番組なんでね、1957年から活動していまだに活動を続けてるバンドですんで、もしよかったらね興味ある方はホークインド聴いていただけるとありがたいと思います。そういうわけでアニメだと日本のアニメとかにねものすごい影響を与えましたホークインドの曲モタヘッドをお届けいたしました。そういうわけでね、今日のテーマはハロウィンね、ハロウィンを、ハロウィンやクリスマスをね、邪魔しないでくださいっていうそういう内容のね、実は内容の、番組というか今日は番組のテーマそういう感じにしてます。実はね昨日、北谷町、沖縄県、中上郡北谷町の北谷町役場の方に行きまして、でそれでまあで戸口北谷町町議会員それから、最終的にはね、野国町長北谷町の野国町長にもお会いいたしましてこの辺のお話をしたんですけれども、毎年ね、ハロウィンっていうのは行われてますけれども、他にもね皆さんの周りにもよくあったと思うんですけれどもあのクリスマスのイルミネーションってあったでしょ。なんかあれ最近どんどん減ってきてません？あの例えば茶炭で言えば砂部とか浦添だったら何だっけ山の方のね一角のところがみんなもう、イルミネーションやっててすごく綺麗だったんですよね。それから、あとどの辺だろう宜野湾だったら宜野湾ちょっと分かんないや宜野湾そんなに派手にやってるとこなかったんでね。あと那覇だとね首里の方のね、住宅街の方でねいっぱいクリスマスのイルミネーションやってるとかあったと思うんですけれどもちょっと皆さんよく考えてください。この 3,4 年ですごく減ってきてませんか。多分 5,6 年前までは例えばある場所に10件あったとしたら今多分4件とか3件とか4件に減ってると思うんですよクリスマスのイルミネーションで。これなんで減ってしまったかっていうと結局夜中にドライブをしてそこを見に来る人たちがいてそこを見に来るのはいいんですけれどもそこでタバコのポイ捨てだとかゴミの投げ捨てっていうのがあってそれでどんどんそれをやっぱり片付ける人がやっぱり必要になるわけですよね。そうすると自分のところでイルミネーションやってる人は自分の家の前に落ちているんでゴミが落ちてるんでそれを拾う。そうするとだんだん面倒くさくなっていく。夜中にねいるでしょこういう車いません。ね、ああいう車が夜中の1時とか2時に家の前にいたら皆さんどう思います？でこういう形でねこういう車が来るんで結局そのイルミネーションをやめていってしまう家がどんどん多くなってしまったんです。それがねいろんなところにあると思います。沖縄市にももちろんありますし那覇にもあるし浦添にもあるし宜野湾にもあるし北谷にもあるしもちろん他の恩納村とかでも、旧国道58号線沿いなんかにはねいっぱいあったんですけど今ほとんど見られません。まあそんな感じでそういうふうに妨害する人心なくね見に行くのはいいんですけれども見に行ってもね立つ鳥後を濁さずってやつでね綺麗に見に行って綺麗に楽しんでほしいんですよね。でそれと同じねそれの日一番ひどかったのがやっぱり茶炭のねカウントダウンの花火っていうのは昔あったわけです。昔っていうか2年前まであったわけですけれどもそれなくなっちゃいましたよね。これもカウントダウンの、イベントで
まあ道路にあふれて暴れて、あの車を、まあ車にぶつかったりとか、それからビール瓶を投げたりとか、ペットボトルを投げたりとか、まあ、そういうようなことがねたくさんあって、それでまあ結局関係者がみんなで協議をして、もうカウントダウンはやめましょうという話になってしまいました。この後ね、またちょっとね CM を挟んでからね、今度はハロウィンなんですけれども、沖縄の美浜のハロウィンね、沖縄の最大のハロウィンは美浜ですけれども、まあ、あとカウントダウンで言えば久茂寺交差点もそうですね。久茂寺交差点ももう、11時半ぐらいからもう人がね、あの警察官の制止を振り切って、久茂寺交差点の中で暴れて、酔っ払って暴れて、逮捕者が出たりとか出なかったりとかいろいろするんですけれども、まあ、昔はねクリスマス暴走ってのもあったんで、それはなくなって、で今ねそのハロウィン暴走っていうのがあって、まあこれに業を煮やした浦添だとか沖縄市なんかはね条例を作って、ハロウィン暴走だとかをなるべくなくそうという形で動いてるんですけれども、それでもねそのハロウィン暴走のね目的地が、北谷町だったりとかするんで、あと何年かでもしかすると北谷のハロウィン、美浜のハロウィンなくなってしまうかもしれないという話が今持ち上がりつつあります。ですから皆さんにねちょっとねその辺をね、考えてもらって、みんなにも考えてもらって、それでちょっとねいいアイデアとかあったらねツイキャスの方でね、ご意見いただければなと思います。そういうわけでちょっと CM の方をお届け。初夏地獄の軍団、我が寺を狙う黒い影、世界の平和を守るため、 Go Go Let's Go 輝くマシン、ライダージャンプ、ライダーキック、仮面ライダー、仮面ライダー、ライダーライダー、嵐と共にやってきた誰だ誰だ、悪を蹴散らす嵐の男、仮面ライダー正義のマスク、エンジン吹かせスピード全開サイクロン、あなたを込めてぶち当たれ、ショッカーどもぶちのめせ、ライダーライダー仮面ライダー、赤い仮面のブースリー、ダブル財布、命のベルト、
力と技の風車が回る父よ母よ妹よ風のうなりに血が叫び怒りとの限りぶち当たる敵は地獄のデストロン戦う正義の仮面ライダー V3銀の仮面に黒マフラー怒りのライダーくぶいとぶいストップガッドの悪だくみそういうわけでお届けいたしました曲はアニメタルで、仮面ライダーメガミックスのお届けしております。ちょっとこの後はねちっちゃくして BGM にしますけれどもね、やっぱりね僕もね、まあ、ライダーなわけですね。仮面ライダーのコスプレやってたわけじゃなくてねバイク乗ったりとかしますんでやっぱりライダーなんですけれどもね、ライダーの皆さんはやっぱりね自分自身がただバイク乗ってるってだけで目立つ存在だっていうのをね理解して、さらにそれにねなんかね違法な改造をして違法な行為をしたって何にも面白くないんですよ。みんなの見本になって子供たちとかが見てこれかっこいいな真似しようこんな風に乗ってたらかっこいいって思われるライダーになってもらいたいと思います。自分は少なくともそうしてるつもりです、だからねなんでこの話をしたかっていうとさっきもちらっと言いましたけどハロウィン暴走っていうのがあってハロウィンに便乗して仮装もしないし何もしないただハロウィンにかこつけてまあねこれね沖縄のね文化にもちょっと問題があると思うんです。沖縄の文化にもハロウィンでね仮装してれば夜中でもねお家のね方がね中学生高校生を送り出してしまってそこで飲酒で問題を起こしてしまうみんなでやれば怖くないって暴れてしまう、例えば美浜のハロウィンですともう8時には全てのイベントは終了してるわけです。なのにその後に来て暴れようとする人たちがいる。店ももう閉まってるからお店の方にも何もメリットがない、実はねこのままでいくと本当にハロウィン、午後8時までのハロウィンのイベントが終わったらこの後全部その後の時間駐車場も何もかも全部閉鎖する可能性が出てきてるんです。もちろんハロウィンの方も事前に登録した人だけがハロウィンの仮装で参加できて一般の人がハロウィンを楽しみに来てキャンディーをもらうということもこのままでできなくなってしまいます。だから皆さんには考えてほしいのはもしねあなたの知り合いに皆さんの聞いてる皆さんの知り合いにハロウィン暴走してる人がいたらハロウィン暴走は美浜じゃないぞと。ハロウィン暴走なんてものは存在しません。大体ね沖縄はね僕がねはっきり言います。みんなね 11-3 とか分かってないね。 11-3 ってのがあるんですよ。内地へ行くと 11-3 です。特に九州それから四国だとか 11-3 って11月3日にみんな暴走族が集まって暴走するわけですよね。この11月3日からずれてハロウィンの方が見に来るギャラリーがいっぱいいるからってハロウィン暴走するっていうこんなね沖縄だけですよ。はっきり言ってハロウィン暴走が成り立つんであればねもうその前にその後にクリスマス暴走もあるし、ね、成人式暴走もあるしそれじゃまるでねユートピアっていうねお笑いグループがやってたね酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞと同じですよね。1月は正月で暴れられるぞ暴れられる暴れられる暴れられるぞ2月はバレンタインで暴れられるぞ暴れられる暴れられる暴れられるぞ3月は3月3日で暴れられるぞ暴れられる暴れられる暴れられるぞでしょ。こんなんでねそうじゃなくってね何かできないんでしょうかねっていう形でね自分なんかもう民間の立場ですからあくまで民間の立場ですから皆さんにそういったものをね考えていただきたい。もし周りにそういうことやってる人は親戚にでも友達にでももし自分自身がそういうことやっててもそれは本当にハロウィンを楽しんでいる人たちに喜んでいただけることを知ってますか。違いますよね。妨害してますよね。それを考えてください。カウントダウンの花火もなくなりました。せっかくみんなが楽しみにしていてねえチャッターの高台のところからねえ
観覧車の横、ビーチタワーホテルの横でね、バンバンバンってこう花火が上がるのを楽しみにしていたのに、もうこれ誰も見れなくなってしまいました。ね、もちろん、カウントダウンの時にはお店も全部閉まって、しかも道路もみんなほとんど閉鎖されて、しかもなおかつ、駐車場も、もう夜になると完全に閉鎖されてしまう状態になってしまっています。もうこんな状態がね、どん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 続いていってしまえばね、そのうちエーサーもなくなります。はい、皆さんもね、まあ、ご存知かもしれませんけど、昔ね、僕がね20年前に引っ越してきた時にはエーサー追っかけてくる暴走族みたいなのがいたりとかしたんだけど、それ今いませんよね。こうやってね、みんながね注意し合えばね、ちゃんとできるんです。でもまたそのエーサーに、もしエーサー暴走ね、エーサーだからって言って、その暴走行為がね行われる、エーサーについて暴走行為がね、まあ、ついてもあるのであれば、エーサーもなくなってしまうかもしれません。だからこんな風にね、せっかく沖縄がねゆっくりね育んできたいろんな文化っていうものが、どん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 こういうね、便乗暴走とか便乗飲酒とか便乗する暴動でね、どんどんなくなっていってしまうのはとっても悲しいことです。昨日はね、僕はね北谷町役場の方でその手のお話をしたんですけれども、民間の考えていることと、やっぱり観光庁、やっぱりこの場合は町役場だったり県が考えていること、それから警察が考えていることっていうのは非常にハードルが高くて非常に厳しいものです。普通の人だったらね、ハロウィン暴走を阻止したりとか、それからハロウィンのねそのルールをね徹底すればいいじゃないかっていう人もいるんですけども、それでも追いつくものではありません。はい、そうじゃないです。まあ、トラカー君の方からね、ツイキャスの方 の、からメッセージいただきました。また中君どうもありがとうございます。やはり一人一人がマナーを自覚しないと、この問題は根本的に解決しないのではないでしょうか。その通りです。一人一人ではないです。それかっこ悪いよって言ってくれる周りの人間です。周りの人がそれは人の迷惑になるよっていう、まるでそれはね電車の中を三輪車で走ってるような恥ずかしい行為ですよっていうふうにね、教えてあげるべきですね。A さんの周りをね、もしねぐる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 ね暴走してるねバイクがいたらね、多分青年会の人たちに怒られてね、散々な目に遭うと思います。それと同じことですね。たまたまね今のところね警察だとかそういったものがまあドーンと介入したりとか、それからイベント会社が介入して仕切っているわけではないので、ハロウィンだとか、それからクリスマスのイルミネーションとかね、とってもねもうこれからね美浜のアメリカンビレッジ、だんだんハロウィンの、まあ、ハロウィンが、まあ、もうすぐあるわけですけれども、もうちょっとであるわけですけれども、それが終わるともうねハロウィンの前後からクリスマスのイルミネーションも始まるんでね、これを皆さんね楽しんでいただいて、それに対してね、便乗したりとか、それからね、まあ、暴走行為を行って、そのハロウィンのでせっかくのねライトアップを壊したりとか、そういうことはもう絶対にやめていただきたいと思います。それがねもうこのあればあれほどどんどん、規模がね小さくなっていって最終的にはなくなってしまうので、皆さんね周りにもしそういうことをしている人がいれば、それは本当に他の人に迷惑だよってことを言っていただけるとありがたいと思います。そういうわけでね、時計の方もね23分の過ぎました。残り時間3分となってしまいましたので、ね、もうそろそろエンディングでございますけれども、30分番組早いんだよ、ね。皆さんにもねもう一度言いますけれども、ハロウィンだとか、それからクリスマスのイルミネーションもそうですよね。美浜だけではないです。いろんなところで行われてます。国際通りでもあるし、それから、まあ、いろんなね繁華街でもあります。こういったものに便乗して暴れたりとかすると、それがどんどんなくなっていきます。だからそれをみんなで考えていただければいいなと思います。昔はね、まあ、大きい、前頭なんとかってお祭りでね、それに便乗暴走あったんですけど、それがね青年会の人たちが一生懸命働きかけてね、今はもうそういうのもなくなりました。そういうふうにねどんどんそれはそれ、これはこれ、便乗で暴れるのはやめてくださいっていうのをみんなで訴える必要があると思います。一
人一人の心がけもあると思いますけれども、みんなの家族でこういう話していただければすごくいいかなと思います。あと車を運転している方だったらね、そういった行為がねどんだけ迷惑なのかっていうのもね分かっていただけると思いますので、そういうのもね、そういう方も機会あるごとにいろんな周りの人にね話していただけると、このままだとね本当にね、あの沖縄せっかくね日本一のねあのクリスマスのイルミネーションのねまあ県だったのに、どんどんクリスマスのイルミネーションもなくなってきてしまって、すごく寂しくなってきましたよね。前はホームセンターに行けばね、あのもう11月ぐらいになればクリスマスのイルミネーションいっぱいあっていっぱい売り上げがあったのに、今もうどんどん少なくなってきて、家一軒ねあのイルミネーションでラッピングしてる、お家もどんどん少なくなってきてしまいました。こういったものをねなくさないためにも、維持していくためにも、そう維持していく、それから、ねあの電気代も節約するために、例えば時間を決めて点灯するだとか、ね、夜11時12時になったら消すとか、そういった形の、ね、イルミネーションだとかをねどんどん提案していって、この文化をね長く続けていきたいと思います。そういうわけでとか、ね、残り時間、50秒くらいになってしまいました。来週もね毎週金曜日、来週の金曜日も午後8時から30分間お届けいたします。アニマアニキのクールジャパン沖縄、本日も最後までお楽しみ、お聞きいただいてありがとうございます。この後はね、YouTube のチューブがね、チューブ、あの宜野湾とかね浦添のチューブ、地方のチューブでございますんでね、この後お聞き、あのチャンネルはそのままで、チャンネルじゃない、周波数はそのままで、ユーストリームもそのままで、ツイキャスもそのままでということで、よろしくお願いします。それでは、また来週、まったのー。はいよ。今日勉強になりました、本当に。なんで？マジで。昨日だってもう。確かにそうだよ。本当すごいんだよ。あのハロウィン中止のあれ出てるの。そうなんですか。クリスマスのイルミネーションも中止出てるの。どこら辺やってるの？いや、みんな出てる。マジっすか。え？どの地域も？全部そうだよ。だから。